グッドドクター初回 11.5% とこの前のクールのモンテクリスト博華麗なる復讐の 5.1% に比べるとダブルスコア以上の高視聴率で、第1話に限るとね、 TBS 義母と娘のブルースと並んでテレ朝のハゲタカに次ぐ第2位だったわけなんだけど、この前の第2話もね 10.6% と2桁をキープ。ふん。ちなみにね、このフジテレビ木曜劇場としては2016年7月クールの松嶋菜々子主演営業部長キラ夏子の初回 10.2% 以来で、なんと2年ぶりの2桁ということで、結構嬉しい誤算かも。うん。で、ところで内容に関してはね、自閉症スペクトラム障害でコミュニケーション能力に難がある一方、驚異的な記憶力を持つサヴァン症候群の青年新藤湊が小児外科のレジデント後期研修医として子供たちの命のために戦い寄り添い共に成長していく姿を描くメディカルヒューマンドラマなんだけど、特にね、第2話に関しては視聴者の間でなかなかの議論を呼んでいるようで、ふん。ウェブサイトビジネスジャーナル7月20日付ではこんな解説が、今回は未受診妊婦の低体重児出産、未成年の出産という問題が取り上げられた。しかし赤ん坊の命は救われたものの、最後は里子に出されるという展開が視聴者の間で議論を呼んでいるようだ。父親は赤ちゃんを救ったはいいけど、その後はどうするの？その場しのぎの解決のように見える。女子高生が一人で子供を産むという設定をいい話に持っていくのはそもそも無理。世の中そんなに甘くない。とテーマ自体を疑問視する意見が多い中、主人公新藤湊を演じる山崎賢人に対する不満はほとんど見られない。山崎に限らず人気の若手俳優が主演を務めると、またかゴリ押しと揶揄する声が噴出することもあるが、グッドドクターに関しては山崎の俳優としての力量が認められつつあると言えるだろう。実際見られるのは彼の演技を称賛する声ばかりだ。演技うまいなぁと思うのは、役ごとに目つきというか視線の送り方を変えていて、それが微妙なんだけど確実に違いを生んでいるところ。こういう小さいけど確実な変化を生み出せる役者ってあまりいないと思う。こんなに成長が目に見えてわかる俳優もなかなかいない。上野樹里さん目当てで見始めたけど、山崎賢人さんの演技が想像以上に素晴らしくておったまげた。この作品は彼の代表作になるんじゃないだろうか。山崎にもゴリ押し俳優出すぎて見たくないと言われた時代があったはずだが、人気漫画の実写映画ジョジョの奇妙な冒険ダイヤモンドは砕けない第一章、就職活動にもがく大学生を演じたドラマ陸王、チャラいホストを演じたドラマとどめのキスと作品を重ねるごとに新たな演技スタイルを開拓しており、俳優として確実に成長している。なるほどね。うん。ちなみにね、山崎賢人自身は今回の役どころに関して公式サイトのインタビューで、自閉症スペクトラム障害を抱えていることについては意識しすぎた演技はしないようにしたいと思っています。もちろんある程度は意識しないと普通のお芝居になってしまいます。ただそれを作っているようにはしたくないんです。難しいかもしれませんが、描かれていく湊のブレない気持ちに寄り添っていけばいいと思っています。セリフの言い回しに関しては長セリフもあるので、もう何回も台本を読み込んでいます。病気の説明などを急いでするときは抑揚をつけずに早口で喋ります。自分の記憶に蓄積されたものを単に引っ張り出してきているだけというイメージで演じています。それと医者の役は初めてなので病院にお邪魔して取材させていただきました。取材では子供たちを受け入れるためにされている配慮などを知ることができました。例えばですけど、小児外科の壁にはアニメキャラクターの絵が貼ってあったり、治療時にアニメの楽曲を流したり、病院という環境が子供たちにとって嫌な場所にならないようにする工夫です。また医師の方たちは子供たちだけでなく、その親御さん方とも密接なコミュニケーションを取られているので、
優しくて素敵な方たちだなと感じました。うん、ということで、とにもかくにもグッドドクター、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。